東日本大震災と東京電力福島第一原発事故からの復興に向けたイベント 3.11 福島復興の誓い2012が3月11日県内7カ所で開催されます。南会津地方でも大倉スキー場で午後2時半より開催することが決定しています。当日はスキー場での子どもたちの太鼓の演奏やダンス、合唱やハンドベルなどの演奏があります。スキー場斜面では小中学生が書いた復興へのメッセージのキャンドルを灯すなど多くのイベントが開催されます。夕方には紙風船の打ち上げも計画されています。紙風船は南会津町塩江の紙風船打ち上げ隊が中心となり制作をしています。塩江の紙風船打ち上げ隊の皆さんは町内の放課後子どもクラブなどで紙風船の打ち上げを行ってきました。今回は新しく2つの紙風船を作ります。和紙を貼り合わせ、絵や文字を書いた風船、長さ6メートルもある風船の空気を温め飛ばす予定です。一応2つ予定してんだけど、とりあえず4面絵を描いたり字を描いたりするから、それができれば3月11までお間に合わないですね。あと今回子どもクラブ、子ども児童クラブ、放課後子どもクラブの指導員の人たちに呼びかけて、制作の方、そして絵とか書を書く方を風121の方に頼んでますので、広がりがありますね。そうから先週から和紙に絵や文字を書く作業が始まりました。協力したのは国道121号線に関係のある芸術家のグループ風121の皆さんです。空に向かって昇る竜を力強く描いていました。初夏の星さん、絆や鎮魂の書を一気に描きます。放課後子どもクラブの指導員や保護者も紙風船の制作に協力していました。なんかこういう 3.11 大変だことだけど、やっぱこういうのがないとみんなで3.11 大変だことだけど、やっぱこういうのがないとみんなでこう一緒にやる機会ってなかなかないね。そうですね、参加できて嬉しいというか、形してるので、ちょっと小さいので、大きくしました。そうだよね、顔がね、今顔です、ちょっとこっちから見ていく
楽しいです、ね、絵の具使うことはめったにないので、この機会に思う存分描かせてもらってます、ね、で、はい、当日これ上がるのも結構ね、楽しみですよね。そうですね、これだけ一生懸命やったので、楽しみです。のって大変ですけど、やっぱり楽しさもいっぱいその分あるでしょ。はい、みんなで楽しくやってます。はい、でみんなも楽しんでくれてるので、はい、いいです。当日 3.11 の日までにこれからあとどんな予定ですか？これを、絵はほとんど完成させてあるので、あとは今度は紙風船の形にのり付けして作って、はい、で3月4日にリハーサルで、5時半からお蔵入り交流館の前であげますから、皆さん見に来てください。4日にね。4日です。はい、指導員を務める町内の男性、田沢さん。絵を勉強していたことを役立てたいと、風船の絵の一枚を引き受けました。地震に関係のあるナマズと、地震を鎮める神様だそうです。デザイン画を大きく転写し、丁寧に丁寧に描いていきます。対応すると、間違ったりすると消しゴムで消すときにこの紙が傷んでしまうので、はい、その鉛筆で。下絵から約5日、絵が出来上がりました。風船はこの後約1週間で仕上げ、3月4日、夕方、お蔵入り交流館で実験的に打ち上げるそうです。復興への誓いイベント事務局では、震災や豪雨災害の写真や作文も募集しています。震災当時のボランティアの炊き出しなどを行っている写真、集会所でおにぎりを作っている写真、ボランティアで訪れた浜通りの避難所で被災された方への支援を行っている写真などを募集しています。また震災や豪雨災害当時の苦労を忍ぶ作文、復興を願い復興した福島県や南会津の将来を描く作文も募集しています。締め切りは3月3日。お問い合わせは南会津地方振興局企画商工部、電話0241625207、または5205へお願いします。応募された写真は当日スキー場に展示されるそうです。そして皆さんも3月11日当日スキー場へ出かけ、復興への誓いに参加してください。当日、キャンドルへのメッセージも書けるそうです。